ばんは、長澤純です。日曜日の夕焼けです。風がちょっとありますけども、夕焼けの沈む位置が変わったんですね。つい1ヶ月前はちょうど遠くに見えるビル群、あれは多分、幕張のあたり、この辺に沈んでたんですね。それが今ではだいぶこっちの方に太陽の沈む位置が変わりました。今日も綺麗な夕焼けを見ながら祈りを込めて、今日一日に感謝をし、そして一日も早い被災地の復興を願っております。皆さん、今日一日ありがとう。